はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ディオブランドです。さあ本日なんですが、皆さん、アルカナフォース21ザワールドというモンスターご存知でしょうか？あ、知ってる、まあ、そうだよね。これ僕のチャンネル何回目ですかねっていうぐらいこのモンスター取り上げられてるんですけど、マジ本当アルカナフォース実況チャンネルみたいになってるんですけど、本日もこのアルカナフォース21を使って、デッキを作ってきました。あのね、今まで作ってきたアルカナフォースデッキの中で一番強いですね。多分これが一番実戦級のパワーを持ってます、このデッキ。はい、一番強いです、今までのアルカナフォースデッキの中で。今までのアルカナフォースデッキってまあまあネタデッキで、結構展開通んなかったら何もできないとかいろいろあったんですけど、今回、採用しておりますこのザワールドさんは何をするかっていうと、まあ、コイン表だった場合の効果がもう強烈で、判定召喚召喚特殊召喚成功した場合にコインをぶん投げて裏表によって効果決まるんですけど、表だった場合自分のエンドフェーズに自分のヒドロモンスター2体墓地を送ると次の相手のターンをスキップするっていう、ほんと地獄みたいな、時を止まれって、まあ、時を止まれっていうか時スキップしちゃってるから、まあ、どっちかというとザワールドというか、まあ、ディアボロみたいなとこあるんですけど、これをまあ使うにあたり、あのね、2体のモンスターをリリース要因として残せるデッキがありまして、はい、これホルスって言うんですよね。またお前かいみたいな話あるんですけど、これ要はホルスをアドバンス召喚の素材としても使え、さらに2体リリースする素材としても使えるということで、あまりにも相性がいいんですよこれで。ね、このギミックを使用するにあたって、一応そのフィールド魔法が光の結界っていうね、フィールド魔法があるとコインを確定の表にできるんですけど、これ光の結界をなんとこのギミックサーチすることができまして、救いの駆け足っていうカードを墓地に叩き落とすことによってね、この辺のカードで、叩き落とすことによってこれフィールド魔法をサーチできますんで、光の結界もサーチできるということで、なんと光の結界をサーチしながらアルカナフォースが着地するという動きができました。で、さらにですよ、相性がいいのね。これアルカナフォースって、まあ、サーチが結構難しいところではあるんですよね。まあ、セブンスタキオンとか OCG で実装されたカードを使えばいけると思うんですけど、今のマスターテールのカードプランちょっと難しくて、で、これを、まあ、どうやって特殊召喚していったりするかってことなんですけど、ちょっと最強カードがありまして、これトップシェアっていう皆さんカードご存知でしょうか。これデッキの中からお互いにカードをデッキトップに置いて、で、それをお互い確認して置くだけっていう効果なんですけど、これ、ホルスのデッキってレベル8が2体並ぶんで、ジ・アンデッド・ヴァンパイアが出るじゃないですか。ジ・アンデッド・ヴァンパイアってデッキトップ4枚墓地を送って、その中でモンスターがいれば特殊ができるって効果なんですけど、これトップシェアで置いたモンスター必ず出せるんですよ。で、これ特殊が縛りないんで、アルカナフォース21をトップシェアで置きまして、ジ・アンデッド出したら確定で特殊ができるんですね。で、さらにトップシェアを救いの駆け足にした場合、フィールド魔法もサーチできるんですよ、実質。デッキトップから墓地送れるんで、これね。で、さらに、そのザ・ワールドが特殊召喚に成功した場合、まあ、コイントスを行って、これ、表じゃなくて裏が出ちゃった場合、裏が出ちゃうと弱いんですよ、基本的にこのカード。マジで地獄みたいな効果あるんで。なんですけど、これね、エンドフェイスに消えてれば、エンドフェーズ自体ってか相手のドロフェーズか、ドロフェーズ自体でもこいつがいなければこの効果発動することないんで、しかもこれレベル8なんですよ。だからランク8もできちゃうんですね。それ裏がもし出ちゃった場合、ランク8に変えればいいし、なんならリンクスワーにしてもいいしっていう、なんかね、すげえ強いシナジーがあるんですということで、ちょっと見ていただいた方が分かりやすいと思うんで、まあ地獄みたいな動きできるんで、ちょっと早速ねやっていきましょう。はい、本日も元気にターンスキップしていきます。デュエルスタンバイ。最近ですね、ツイッター、違う、YouTube のコメント欄かかなんかに来たコメントで、ちょっと、まあ、印象的なコメントがありまして、マスターデュエルターンスキップと検索したらリュウ実況チャンネルという人の動画しか出てこないんですが、この人はターンスキップ専門家の方か何かですかという、コメントが来ていました。はい、ターンスキップ専門家です。ターンスキップ専門家のリュウと申します。よろしくお願いします。ホルスの栄光イムセティの効果を発動、ホルスのイムセティの効果によって、レインボードラゴンとかいうよくわからないモンスターを墓地を送りまして、王の棺を、再生してからさらに1枚カードをドロー、ちなみに、史上最強カード、このトップシェアというあまりにも強いカード、皆さんご存知でしょうか。このカードマジで強くてですね、まあ、ちょっと一回王の棺の効果を起動しまして、
イムセティを、送り ながら、まあ、ちょっといろんなモンスターとりあえず送りますね。一旦ゴミをちょっと掃除させてもらって、まあ、ちょっとホルスの黒剣士さん、ちょっと今いらないんで、今ちょっとどっか行ってもらっていいですか。で、すべてのカードを墓地に送りますと。で、こっからなんですけど、まあ、ちょっと一回蘇生しまして、相手のチェーンがあるかを確認します。まず、まあ、ここであった状、あるとちょっと変わってくるんだけど、あ、なさそうですね。なさそうだと。これチェーンがなさそうだと、まあ、ちょっとこうチェーン隠してる方もいらっしゃるんですけども、揃ってきた場合、これね、光の結果を張りまして、で、ニビルケアをしつつターンスキップをします。レベル8のモンスターに対してオーバーレイ。これまだ、3回目の特殊召喚です。3回目の特殊召喚で、ジアンデッドヴァンパイア。トップシェアの効果、デッキトップに好きなカードをお互いに置くという効果ですね。お互いにデッキトップに好きなカードを置きますよと。アルカナフォース、21も置きました。そして、お相手氏は、まあ、これでデッキの何かどうかが分かるんですけども、ちなみにこれティアラメンツがちょっとやばいです。ティアラメンツがちょっとあの墓地送られるんで、ああ賛成の際それ引けないですよ、けどね。ジアンデッドヴァンパイアで、あれするんで、これ先にやった方がいいかな。あのトップシェアジアンデッドするよりも先トップシェアした後にジアンデッドするのがいいかなと思うわ。これまあ相手結構どうでもいいわ。で、アルカナフォース21、ザ・ワールド、時を止まれ、恋は当然、聖地だ。ちなみに今4回目の特殊召喚です、これ。はい、ニビルケアを完全にした状態で、ターン終了。エンドフェーズ、フィールドのモンスターを2体リリースすると完全に相手のターンを救っていきます。はい、ずっと俺のターンターンチェンジ、カード効果によりターンがスキップされます。俺のターン、ドロー。そして、あとは分かりますね、皆さん。まあちょっと、光の結果はどうでもいいんですけど、今。今、墓地にホルスが溜まっておりますので、あとはこの、ホルスモンスターたちを、全員蘇生させて、殴るだけです。分かりますか。相手のターンはザワードで完全スキップし、3ターン目だったらホルスを出して殴るだけ。どう？このお手軽さこのお手軽さガチでやばくないですか。これでターンスキップ確定してるんですよ。神ゲーじゃない殴らしちゃくれないらしい。対戦ありがとうございました。だいぶきめえよな、このザワールドホルス。これ結構ね、使ってる感じまあまあ決まりますね。まあまあ、まあ、言うて決まんなかったら決まんなかったら別に、あのホルスムーブしときゃいいんで別に、まあ言うてそんな弱くないじゃないですか、ホルスもね。やるやん、それはなかなかやるね、それはなかなかやりますね。うん、そのね、あのね、スケの駆け足へのね、あのうらら、まあ痛いね。まあイムセティの方が痛いから、まあ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 、まあ、どっちもどっちでどっこどっこかみたいなとこあるね。でこうして、で1枚ドロー。あー割といいじゃん、これトレードイン発動できるね。トレードイン発動して、まあ、ハーピーぶん投げて2枚ドロー。 G もなんかありそうな気がするな、これチェーン的に。で、王の棺発動する。で、王の棺の効果、うわー、まあ、そこでか。いや、ガンマ引いてたらな、これ熱かったけどね。これちなみに皆さんね、 G 打つタイミングなんですけど、ホルスの場合はガンマ持ってる確率結構高いんで、あのガンマケアする場合は1体出てきてから特殊召喚することをお勧めしたいですね。あの1体出てきてからガンマはもう投げられないので、1体出てきてから G 投げると多分結構相手困るんじゃないかっていう。ここで G 投げちゃうと結構、俺ガンマ今回持ってないんだけど、ガンマ持ってるとガンマが飛んでくるんですよ。ガンマケアできるんだったらいいんだけど、うん、それだよね。まあ、とりあえず1回ね、まあ、2体を使って、これはもうね、アンデッドヴァンパイアでね、あの強引に行くしかないんですよ、もう。G アルフィじゃねえや、アルカナフォース1221ザ・ワールドをね、これ引き当てまして、あ、神、あとコイン表出すだけ、表出すだけ、コインを頼む。コインは当然聖地だ。どれ、よしよしイエス。これニビルなどなど飛んでくるかもしれないんで、これでエンドで、ターンスキップ確定してるんで、アルカナフォース21ザ・ワールドの効果を発動しまして、相手のターンをスキップし、そして俺のターンいくら増寿で引かれようとターンをスキップすれば問題なかろう。ボケがよくも
悔しいでしょうね。いやこれアルカナリーディングさすがに過剰かな、これマジで。アルカナリーディングっていう効果もデメリット効果やばくてさ、裏出た瞬間がなんか相手好きなあのカードデッキから持ってこれるっていう地獄みたいなカード変わるんでね、これマジ結構割っててマジでいかれてんですよ。だからちょっとまず、まあ言ってトップシェアだけでいいかな。トップシェアちなみにさ、デッキトップにザワールド置いて、で救いの駆け足も置くのもできるから、だからザワールド持ってるときは救いの駆け足置いて控えの結界探しに行ってもいいし、でまあザワールドがいないときはザワールドと置けばいいしみたいな感じなんですよね。めちゃくちゃ強くて、でしかもあれですからね、まあ別にコインが外れちゃった場合ね、最悪控えの結界なくてコインが外れちゃった場合はもうなんかリンクスワイとかエクシスワイにすればザワールドのデメリット効果エンドフェーズもないんで、実質だからもう失敗したら失敗した時でなんか素材にしちゃえばいいって話あるんで、アンデッドヴァンパイアやばい、ちょっとこれは俺のホルスモンスターがちょっとやばいことが起きるぞ。えこれもえやばい、ちょっと待って俺これザワールド行ったよ。やばない、これタワースキップされるやん、嘘でしょ、ガチでやばいことした、ちょっと待ってガチでやばいことした、なんかアンデッドヴァンパイアで俺のザワールドパクられてターンスキップされたんだけど、こんなことある？うっせやろ、うっせやん、